スノーキーこと小手川幸也です。この動画はすぐに本題に入りたいと思います。はい、FX のレバレッジ規制反対派の方はですね、レバレッジ規制反対で Google 検索をしてみてください。するとですね、公開日が今年2017年のものと、そして、2009年の情報が出てくるかと思います。で、特にこの2009年の方の情報をご覧いただきたいんですけども、そちらをご覧いただくとですね、前回無制限から50倍、そして25倍に引き下げられた時にですね、いかに投資家無視で話が進んだかがわかります。で、今回もそうなってしまわないように、私たちが、もっともっと、声を上げていく必要はあると思います。まだ、25倍から10倍へという話は確定ではありません。はい。ということで、最後までご覧いただきありがとうございました。